なんか虫の音も聞こえてきて、ちょうどなんか今が一番いい時間帯のような感じですね。萩もとても今素敵ですね。萩祭りもやってるから素敵ですよ ね。夜もいいですね。とっても綺麗な月だったので、ね、びっくりして初めて来たもんですからとても楽しみに見てます。まあ、この、ね、涼しくなった空気とそれから澄んだ空、それから咲いてる月、最高ですね。とても綺麗で感動しました。またこういうイベントがあったらぜひ行きたいと思います。やむとですねってこういうその評判が出るわけだからね。